お待たせいたしました、ホーと申します。今回もグランドセフトオート5パトロール動画やっていきたいなと思います。今回はですね、久々にこちらの車両を使ってやっていきたいなと思います。さて、そしてね、もう一個久々なことがありまして、今回ですね、ダウンタウンポリスステーションの方にね、戻ってきました。はい、今日はここからやっていきますよ。今はですね、朝の7時47分ですね。行きますか。綺麗な夕日が、夕日じゃないわ、朝日ですね。朝日が昇ってきたからね。これかっこいいな。ちょっと待って、サムネ撮りたいな、ここら辺で。ライトつけてね、こんな感じでね。いい感じだ、これは。さあ、行きましょうかね。よいしょ。ああ、後ろか。ああ、ちょっとやっていきましょうかね、これ。OK、OK。逮捕しなさいということですね。あの、黄色のサークルのとこに行って、逮捕してくださいということみたいです。では、ちょっとやっていきましょう。これね、サイレン鳴らさないようですね。さあ、ちょっともう結構近くだね、これ。行きましょうか。さあ、これどこだ？ちょっとこっち側に行きましょうかね。この黄色のサークルの中だよね。じゃあちょっと降りてやっていきましょうかね。あっち側か？なんかこんとこにボート屋さんというか。いた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 。よし、拳銃出そう。どこどこどこ。手を挙げて。君か。手を挙げなさい。さあ、地面に伏せて。オッケーオッケー。この人を逮捕するみたいですね。おーし、いいぞ。逮捕できたぞ。さあ、ちょっと待ってね。なんかマップにピンク色の点がついてるんですけどね。これなんだこれ。まあ、身体検査の結果何も持ってませんでしたね。よし、あの黒人の人が。オッケーオッケー。ありがとう。さあ、あとちょっとピンク色の点のとこに行きましょうか。これ一体何でしょうかね。さあ、これ警備員についてんのかこれ。おっから捨てと。どうしたのこれ。ん？特に話すボタンを押しても何も反応しないね。まあよくわからないですね。よくわからない。うん、どこでしょうか。うん、ちょっとわからないですね。デイビスっていうことはギャング地帯だよね。強盗が入ったみたいですね。この強盗のミッションもね、かなりバリエーションがあって、あれなんですね、敵が降伏してきたりね、複数人いたりしたりね、いろいろあってね、面白いです。これもね、ちょっとやっていきたいですね。さあ、ちょっと左の方に行きましょうか。あとね、投稿頻度がね、ちょっと遅くなってるんですけどね、申し訳ないです。私もね、結構毎日のように、録画はしてるのはしてるんですけどね、なんせあれなんですね、編集中にこれつまんねえってなって、つまんねえなこれ、みたいななってしまってね、それでボスになる動画がね、山ほどあるんでね、それでちょっとね、遅くなってるんで。ちょっとね、ちゃんと撮っていきたいですね。さあ、調べますか。ああ、この前の車、あれだね。車検やってないですね。まあ、ちょっと止めておきましょうか。よし、これで OK。あ、こっち側に行くのどうするの？惜しいですね。
あと誘導させますか。OKOK。ここ何回も来る場所だね、本当に。動画で何回訪れたことか。さあ、君だね。あ、普通の黒人ですね、これは。こんにちは。Hello. Giflon. ちょっと免許証見してね。名前言ってくれましたね。すごい名前 すごい名前だな、これ。これ本名か、これ。おかしいでしょ、これ。絶対本名じゃないよね、これ。日本人が見てもわかるわ、これ。本名じゃないってね。ほんまか、これ。まあ、一応なんか出てきたからね、本物みたいですけど。さあ、ちょっと、あとね、いろいろ調べますか。これでね、あれなんですよ。保険に入ってるかどうかね、チェックできるみたいですね。あ、名前打たなくちゃいけないのか。でもこれ、簡単な名前でしたね。覚えてるよ。あれ？保険に入ってます。あ、保険には入ってますね。そうだそうだ。保険には入ってるんだ。それじゃないわ。間違えました。間違えましたね。これじゃなくて、まずちょっとね、サンキューって言っておきましょう。Thank you. 今回ですね、あれなんですよ。なんだっけ？車検ですね。車検にやってないというので。まあ、150ドルでいいかな。ドルじゃないわ。ポンドですね。これ、イギリスバージョンのモッドを入れてるので、150ポンドで、ですね、車検やってないよってやっておきたいと思います。これで、交付したいと思います。では、安全運転で。 OK ですね。できましたね。なんかワンちゃんがいるみたいですね。なんか入ってますね。ちょっとね、犬の種類はいまいち日本語には直せないんですけどね。このタイプの犬みたいですね。多分ブルドッグかな、なんかわからないけど、そんな感じのやつみたいで、内容はですね、凶悪な犬？凶悪な犬というか、猛犬でしょうかね。猛犬がいるみたいですね。あそこの黄色のエリアの中に。なので、それを、まあ、倒せということでしょうね、多分。なんかアメリカの場合は、野良犬がいたらね、警察官は殺してもいいみたいですね。なので、多分殺せということじゃないかなと思うんですけど、それはちょっとかわいそうだよね。やっぱり僕もね、あれですから、動物を飼ってますからね。うちに猫ちゃんがいますからね。ちょっとね、それかわいそうだよね。野良犬だからって殺しちゃうのはね、嫌なんですけど、まあちょっとやっていきたいと思います。さあ、これ消防署ですね。でかいよね、やっぱり。これかっこいいよね、この車。 さあ、この周辺だよね。まあ、人に噛みついてたらね、撃ち殺したいと思います。さあ、どこにいるんかな。大丈夫かな。結構範囲が広いですね、これ。意外と探すの大変だぞ。 意外と広いな、これ。ここにはいないな。もうちょっと進みましょうかね。踏切を越えてやっていきましょう。まあ、立体駐車場の中にはいなさそうだからね。こっち側だと思うんですけどね。サウスイースト方向ですね。南東方向にいると思うんで、探したいと思います。よし、行きましょう。
場所が変わってないということはまだこの範囲内にいるみたいで、どこでしょうかね。あれ猫ですからね。あーってなんか言ってるけど、どうしたどうした。すっげえなんか悲鳴が聞こえたんですけど、何があったの一体。さあこっちに来ちゃったよ間違ってさあ戻りましょうか。あ、猫がいますね。すげえなんかすげえな、なんかなんでここにこんな放置してるんだこれ。何何、なんかめっちゃみんな逃げてるんですけどね。なんかいたか、全然わからないぞ僕は。こっちが行くか。じゃあこんなとこ行って大丈夫か。なんか、あ、犬の鳴き声が聞こえますね。さっきワンワン言ってたんですけど、うん、どれだ。猫がいますからね、猫は引かないようにしたい。うーん、いまいちわかんねえな。これ猫ですもんね。めっちゃ走ってるけどねあれ猫だよね。おお、なんだろうね、面白そうだね。私もそっちに行こうかななんかちょっともう見つからないもん。あと少しだけ探しますけどね、あんまり長引くようだったらちょっとやめたいと思います。あ、めっちゃ事故ってるな、大丈夫か。君大丈夫か。すごい事故ってるぞこれ。うわー、おい、ちょっと待って待って待って、何してるの。ちょっとぶつからないで。君一旦止まりなさい、一旦ナンバープレート調べとこう。すごい運転だな、もうパトカーにぶつからないで。私のすごいでしょ、僕の運転技術高いでしょ。OK、まあ、特になんか指名手配とかはないですけど、止めておきましょう。ああ、もうぶつかったね、もうめちゃめちゃな運転してるねこれ。うわー、ちょっともうこっちにバックしないでちょっともういろいろやってますね。もうこれしっかりと調べていきたいと思います。これは怪しすぎますね、横にギャングも乗ってるし。ちょっと なんでそっち行くの よしよし、いいぞいいぞ。これで慎重に運転しよう。これはね、人を引きかねないよねオッケー、もうここら辺でいいか。これ以上やったらちょっと危なそうだね。よし、いいぞ。大丈夫かこれ。どっちも調べときましょうかね。特にギャング野郎が危なそうだからね、怒っておきましょう。くたばれさあちょっと ID 聞きますか。57年生まれ、うーん、特に問題ないですね。ちゃんと免許も持ってるしね。怪しいなこれは。ちょっと あっちの方の人も聞いておきましょう。
ありゃ利害だね。どちらも問題なかった。マジかよ。ちょっとね、こっちのドライバーの人はね、降りてきてもらいましょうかね。アルコール飲んでない？大丈夫？まあ普通そうに見えるけどね。一応アルコール検査しときましょう。大丈夫かね、君は。アルコールは飲んでないですね。ちょっと待って。ちょっと待ちなさい。ドラッグの検査もしとくから。どちらも問題なかったですね。ふーむ。なんかボタンを押したら開けるって書いてあるんですけど、ちょっと待って待って。ちょっと向こうに行っちゃったな。どこ行ったこれ。もう勝手にどっか行くのやめてほしいよねこれ。あ、ちょっと逃げたねこれ。あ、ちょっと待って待って、ここであれだね。ちょっと待ってね、逃げましたね。ちょっと逮捕したいんですけど。オッケー、追いましょう。ちょっとみんな止まってね、大丈夫かね。大激突しよう。味方を何台か呼んどけば止めれそうですね。うわマジかよ。すごい。あ、でも味方やってますね。これいけますね。行こう行こう行こう。すごい飛んだな。大丈夫か。おしおし、いい感じだ。ちょっと待って待って。手上げろ。降りてこい。誰だこれ。人が変わってんぞこれ。人が変わってるぞこれ。マジかよ。またこれゲーム上の仕様ですね。まあ一応2人いるっていうことはちゃんとなってるんですけど、人が違うぞ。さあこちら呼んでおきましょう。車までなくなった。さあということで、いろいろひどくなってしまったね。 OK。 あとちょっとね、味方は呼んどいたのでね、回収されるんじゃないかな。 OK、 入ったね。あー痛そうだな、踏まれてるな。なんか赤色の点が後ろでピカピカ光ってるんだけど。これ一体なんだこれ。 OK、 ちゃんと回収されましたね。ちょっとこっち側に行きたいと思います。戻りましょう。うわお、引かれた。マジか。大丈夫？こっちの車ですね。止まりなさい君。めっちゃ引いていったね。あっちの、うわ、なんか撃たれた撃たれ。マジかよ。 OKOKOK、 大丈夫か。あいつ撃たれた。うやばいこれ。まずいまずいまずい。ちょっとこっちじゃない、こっちじゃない。危ない危ない危ない。ちょっと味方呼ぼう。やばい、もう容赦しないぞこれ。やばいぞこれ。もう僕一人じゃ無理だって。ちょっと味方来ないと。 OKOKOK、 やばいなこれ。リロードしよう。大丈夫？ OK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 、 味方ありがとう。味方の到着早くてよかった。助かりましたね。いやーちょっと焦ったわこれ。大丈夫かな。まさかのこんなことになるなんて。いや危ない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 。こやつら一体なんだこれ。
うん、どうしたどうしたどうした、なんかまた撃ってる。大丈夫か、どうした大丈夫、向こうに行ったね。うん、大丈夫か、なんか来たな、また来てますね。あ、これか、あ、OK、倒したね味方。うえ、やばいやばい、撃ってる撃ってる撃ってる、どれだどれだ、あれかあれかあれか、あそこにいますね、隠れてる隠れてる。 OK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 、 大丈夫だね。いやもうやばいなこれ、めっちゃ敵がいるな。さあ救急車も来てくれたし、よかったですね。あとはですね、発煙筒を転がしときます。ちょっと危ないから来ないで。ちょっと来ないでね、みんな、ここら辺転がしとくから。これでいいでしょ。 OKOK、 一応治療してますね。どうなるんでしょうかね、まあ、あとね治療してもらったらね救急車に運ばれますからね。さあこっちでもなんかね、ここに隠れてたんですよね、危なかったな今の。回収しとこう拳銃は。よしやってますね。こいつは一体何だったんだ。これすごかったねこれ。一応調べとくか。あ、こっちにもいたのか、なんかマジか。1 Tom Mary Victor 8 9 6 No 1099。 OK、 だいぶ死んでますね。うん、この様子だと多くの人が蘇生できなかったのかみたいですね。ちょっと検視官呼んでおきたいと思います。よしよし、あ、なんかこっちの人は生き返ったのか。この引かれたホームレスですよね。引かれてなんか僕に攻撃、やばいやばい、なんだなんだなんだ、なんかいた、ちょっと待って、撃たれた撃たれた、ちょっと待って、やばいやばいやばい、救急隊員が死ぬぞこれ、やばいやばい、なんかこいつ撃ってきたんだけど、誰誰だ、誰が撃ってんのこれ、やばいなこれ。ちょっと待って待って待って、まずいまずいまずい、ちょっと待って待って、やばいなこれ、すげえいるぞ敵が、ちょっとまあやばいやばい、これ死ぬってほんまに。ちょっと待って待って、これマジで死ぬわ、やばいってこれ、すごい敵がいる。まずいなこれ、体力的にかなりまずい、これまずいぞ、めっちゃ囲まれてるじゃんこれ、やばいやばい。これ待って待って待って、オッケーオッケー、ここでなんとか殺していける、やばいなこれ、めっちゃ来るじゃん、上にもいるし、ちょっと一旦変えよう場所が、やばいやばい、リロードしよう、リロードリロード、オッケー、倒してたかな、すごいな、まだいますね、やばいやばい、味方がやられてる、よしよし、いいぞこれ、ショットガン、やばいやばい、めっちゃ爆発した、大丈夫、すごいですね、うわお、ちょっと待って待って待って、よく見て運転して、頼むからよく見て運転してくれ、今のは死ぬからな、いやもうびっくりした。急に撃ち始めてくるからね、今の本当に死にそうになったわ。ここなんだこれ、テロリストの巣窟かこれ、見た感じギャングじゃないですからね、なんだここは。こんな場所があるんだね。よし、上の方も見ておきますか、すごいな。そしてね、今回ちょっと関係ないんですけどね、椅子を買い替えまして、それでちょっとやってるんですけどね、
さやってますね。あとはちょっと殺人撮影は任せておきましょうか。なんかあのホームレスみたいな人怪しいな。なんだあれ。よっこらせと。ん？どうした？なんか誰か撃ったか？大丈夫か？暴発しただけ？ちょっと怖いな今の。もしじゃああとちょっと味方に任せて大丈夫かな、ここ一人で。まあちょっともうちょっとだけ待っときましょうか。味方一人じゃったらな、多分死ぬと思うんで。OK、ちょっと待っておきましょう。あ、そうだ、治療しとかないとダメだね。治療とあとはカービンライフルも取っておきましょう。これ大丈夫だね。これ装備しとこう。オッケー、最後の検視官の人が到着してくれました。あとは、え、どうした？なんか銃撃戦してないかこれ。大丈夫、誰が撃ってるこれ。わからん。ちょっと行きま、うん？こっちから持ってる。こっちか。まずいな。ちょっと隠れないと。やばい。ちょっと味方呼ぼう。まずいな、これ。やばいな、これ。敵の数がすごい。ちょっと待って。防弾チョッキ着てるからよかったけど。オッケー。大丈夫か？あそこか。いやもうこれアサルトライフルないと無理だわ。ハンドガンだけじゃ無理だね、絶対この任務。オッケー、敵を倒したね。びっくりした、大丈夫だね。危なめっちゃ危ないなこれ。これ本当にアメリカか、ここの地域だけやばいほど治安悪いな。ギャング地帯の中でトップクラスじゃないかこれ。ここまで銃撃戦を受けることなんか珍しいですね。いや、びっくりした、暴発したね。さあということで、もう一回検視官呼んどきましょう。もう救急車は呼ばない、危なすぎる。もうこれ遺体として処理したいと思います。さあということで、ですね、やっていきましょうかね。あそこにいるな、なんか集まってますね。すごい割れてきたな。あとね、味方が結構ねここにたくさんいるので、ちょっと私はね移動したいなと思います。うん、これか。ちょっとこれやめておきましょう。これあんまり面白くないからね。いやすごいな、ここ、こんな面白い場所があったんだね。すっげえ治安悪いなここだけ。あれってノーヘルじゃないの？ちょっと一応調べておきましょうかね。あれノーヘルじゃないかな。あ、ノーヘルじゃないわ。マジかよ、ノーヘルかと思った。うわ、びっくりした、なんだこれ。いきなりなんか急になんかノーヘル野郎がめっちゃ出てきたんだけど。ちょっと君たち一体なんだこれ。暴走族かこれ。アメリカにもいるのかこんなやつら。うん、一応ピカピカ光らしてるのにさ、止まってくれないですね。まあ君たち止まりなさい。まあまずこっちから調べますかこれ。ああ、もうこれもうあれだね。こらーって怒っておきましょう。
さあちょっとまず免許見せなさい君。さあということで調べましょうか。もう他のやつらもね一緒にやりたいんですけど、同時に止められないからね。さあということでまあよくわからないですねこれ。特に免許は問題ないですけど、チケットを書いておきましょうかね。まあ150パウンズでやっておきたいと思います。点数はですね、どうしましょう。まあ1でいいかなまあこれはですね、どうしようかな。これにしておきたいと思います。注意運転にしといて、書いておきたいと思います。これでいいでしょう。もう急になんかワープしてきたからね何が何だかよくわからないんですが、これあれでしょうね、なんか金持ち地帯の方に居座ってるギャングたちですよね。痛いな。ちょっと待って待って、しっかり運転して、危ないよこれ。さあということで、なんか また書いてますね引かれたって書いといてますね。オッケー、いいでしょう。さあちょっと戻りましょうかね。ここも全然知らん場所だからね。あーこれ面白そうだね。ちょっとやっていきたいと思います。シルバーアラートって書いてますね。で、行方不明だよね、これ。多分、シルバーアラートっていうのは、何でしたっけ？高齢者が行方不明になるやつですよね。これなんかアメリカでよくあるみたいで。ちょっとやっていきたいと思います。まずはなんかオレンジのとこに行って、多分あれだよね、家族とかに会って話を聞くのかな。それともそこのオレンジのとこにいるのか、どっちなんでしょうかね。まあ行きましょう。誰もいないですね。これね、まだ僕もねやったことないですなのでこれはどうなるかね、全く予想がつかない。なんかめっちゃガッツポーズしてるんだけど何があったんだ。
いやー、ということでようやく着いたんじゃない？これ。 OK、 行きましょう。いや、もう結構時間かかったわ。行けるかな。ちょっと行きましょうか。もう朝の4時だからね。もう朝になってきたぞ、これ。もうそこにいたんか、ずっと。まさかこの人。OK、大丈夫か。認知症だよね、多分これ。大丈夫、君。まずね、もう引かれそうだよね。クレイジーなのは君だ。こっちに来なさい。よし、ここら辺に置いとくか。おお、めっちゃぶつかってるな。大丈夫か。さあ、ちょっと話聞きましょうかね。あ、この人が認知症じゃないのか。この人のお父さんがね、認知症なんだね。もう君も認知症っぽいよ。あんな道の真ん中にいちゃ。ああ、なるほど。アフリカンアメリカンの人ですね。あ、スーツを着てるんだ。オッケー。君はちょっと、大丈夫か？アルツハイマーじゃないか？君、安全に帰ってね。さあ、ちょっと行きますかね。え、ちょっと待って待って。一瞬でなんかマップが消えたんだけど。どういうことだ、これ。場所が全然わかんないぞ、今の。なんか、キチガイみたいなやつがいるんだけど。これ一体何これ。ちょっと待って待って、待ちなさい君。君一体なんだなんだなんだこれ。うわ、動物虐待だこいつ。手あげろ。うわ、猫に向かって何やってんだ。武器を捨てろ、キチガイめ。なんてやつだ、かわいそうに。撃ち殺してあげたいな。撃ち殺したいな。ひどいことするな、これは。逮捕します。うわー、これちょっと猫ちゃんかわいそう。かわいそう、この野郎。かわいそうなことすんな。よし、貴様は車内に入っとけ。よし、じゃあちょっと呼んでおきましょう、味方を。うわー、もうちょっと早く気づいて、もう体当たりして殺しとけばよかったですね。かわいそうだ、これは。さあ、ということで、あと認知症のおっさんですよね。認知症のおっさんを探せなくちゃいけないというね。場所が分かんないっていうね。さあ、味方来てくれるんかな、これ。大丈夫かい？ OK、来たね。ありがとう。いや、もう僕もね、猫ちゃん飼ってますからね。お家にいますからね。あれはひどいよね。ああいうことするのはダメだわ。人間的にちょっとね、やってはいけないですね。さあ、あとちょっとね、検視官も呼んどいたからね。あ、猫がめっちゃ来たな。あ、君たち、こっから先は来ない方がいいぞ。こっから先は来ない方がいい。ちょっとかわいそうに。そうそうそう、向こうに行っときなさい、君は。こっから先は見たらダメだ。トラウマになるから。いやー、ちょっと遅いな、君たち。来るの遅すぎないか、さすがに。一体何時間待たせんだ、これ。はいはいはい、ここですよ。オッケー、ようやく来たね。どっか行っちゃったよ、本当に。あ、一応撮影してますね。どこを撮影してるんだ。よくわからんな、これ。一応、あ、回収されましたね。よかった。オッケーですね、これで。さあ、ということで、どうなったんだ、これ。
ちょっと待ってね、このなんか認知症の人はどうなったのこれ。それが謎なんだけどね、めっちゃ。あの認知症のやつはどうなったのかいまいちわからないんですが、終わっちゃったのかな。うん、あれなんですよね、ミッション。うん、どうした、なんか見つかったぞこれ。なんか盗まれた車とか出てますね。ちょっと待って待って、この車か。ちょっとなんかフレームレートが落ちてますけど、この車かな。ちょっと調べておきましょうか。もう明らかおかしいよねこの時点で。オッケー、やっぱり盗まれてますね。大丈夫かこれ。ちょっと反対側から行くよ。結構逃げてますね。さあちょっともう全然ギャング地帯とは違うんですけどね。この車止めておきましょう。あ、ぶつかるでも大丈夫。さあちょっとややこしいとこに来ちゃったなこれ。よし、どうしますか。ここら辺にやっとくか。よしよし、オッケー。歩道ですけどね、めっちゃ。よし、まあこれでやっていきたいと思います。大丈夫かね君、怒っておきましょう。くたばれ。まずちょっとドライバーライセンス見せなさい君。オッケー、名前言ってますね。あ、逃げましたね。ちょっと味方いっぱい呼んどこう。もう逃げたんなら容赦しないから。よしよし、もう車破壊するよ君の車。ちょ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 、待って待って待って、もうめっちゃ引いてるな。普通に人引いてるなそれ。 OKOKOK。 あー、投稿したのかなこれ。どうしたこれ、死んだぞなんか。うわ、拳銃持ってたのかこれ。なんか分からんけど急に死にましたねこの人。いやーちょっといまいち分からない。まあ一応救急車呼んでおきます。さあということでですね、今回はこの辺りで終わりたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。いやー今回ですね、最初はあれだよね、なんか犬探しで結局犬は見つからずにただドライブしてただけなんですけどね。であのシルバーアラートですよね。シルバーアラートの認知症探しの人もね、結局あれはどうなったのかいまいちわからないまま終わってしまいましたが、まあということで、あとはこの人がね蘇生できるかね見ておきましょうかね。もうここギャング地帯じゃないからね、全然違う場所に来てるからね。まさかの認知症ミッションがここだとはね思ってなかった。あ、一応なんか生き返りましたね。あと病院に行くでしょ。 OK。 さあということで、あとはですねここで調べときながら回収しますか。すっげえ運転してんな。さあということで、それではまた次回お会いいたしましょう。お疲れ様です。また会いましょう。もうちょっと投稿頻度ね上げていきたいと思いますので。うわお、びっくりした。急に飛び出してくるな、なんかそのワープすんのやめてよ。
ではさようなら、本当にさようなら。ちょっと味方呼んでおきましょう。まさかの逃げたんだね。まあ逃げれないでしょこれ、こんなとこで逃げれると思ってんの。もうバイクで逃げるのはね、本当に死ぬということを意味するからね、このロスサントスでは。容赦なく体当たりされるからね、もう高確率で。